はい、ということで、はい、今日はコラボスタリートのお二人にコラボで一緒に撮影させてもらいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで今日は、はい、セカンドストリートセカストでいいよ。セカストさんと一緒に視聴者から募集した恋愛相談を嬉しい、一緒に答えてもらおうかな。ありがとうございます。ちょっと相談したいぐらいなんですけど。本当だよね、分かるんだよ。じゃあ1個目から、うん、はい、1個目の質問。付き合って3年の同性カップルですが、相手に対して性欲がなくなってきていること。はい、分かりましょう。めっちゃびっくり。相手に対して性欲がなくなってきていること。びっくりするぐらい震えてたの。今こう携帯持ってるやつが寒いの。ごめん、手の震えで質問全然頭に入ってこなかった。3年目の同棲、3年付き合って、うん、まあ、レスになっちゃったっていう相談。ああ、出た、これね。分かりましょう、分かりましょう。同棲カップル、同棲ですね、この方は。やりたいってことでしょ、セックスを。片方は多分、どうなん、相手に対して性欲がなくなってきているってことなんで、もうやりたくなくなってきちゃった。向こうがね、あ、その質問者がね、うん、どうしたいんですか。相手に対してってことは別に性欲がないわけではないでしょ。相手に対して性欲がなくなってきてるわけでしょ。他のことはやりたいでしょ。まあ女性か男性かわかんないですけど、うん、だったらもう次、次か。だってもう何しても感じないの。どうなの。性欲がでも一番上っていうか、その性欲だけで付き合うんだったら別れればいいと思うし、うん、でもそれはでも悩みが、でも性なんでしょう。性欲なんでしょ。でも多分なくなってきてることに対して相手が悩んでるわけじゃなくて自分が悩んでるから、多分付き合ってはいたんじゃないですかね、これ。なんか SM プレイでもしてみてば。ちょっと違うシチュエーションというかね。でもなんかラブホとか言ってみるのもありですよ。相手に性欲が湧かなくなった3年ね。そっか、3年の節って言いますからね。自分最高4年ですけど、付き合って、うん、ずっとありました。ずっとありましたね。羨ましいね。一緒だね、そこは。それはだからやっぱり変えてみたりしたの。んちょっとアンニュイなこうセックスじゃないけど行為というか。してみたっていうか、したことをしちゃったことはある。あー 4P。 あー、はい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 、はい、いたね。私、あ、じゃあ 4P の中にはいないわよ。ちょっとあの旅行でね、ご一緒にね、どこに出ていいか知らんけど。いいですよ、全部旅行に一緒に彼の彼氏さんと元彼さんと、うん、まあ他何人かでタイに行ったことがあって、でタイってやっぱそういう国なんで、うん、まあ、そういう国って、そういう国、あのそういうこともで、なんかそういうのが結構お盛んというか寛容な国なんで、あのまあそのせっかく旅行だしっていうのでお互いにちょっとそういう男性を、あ、じゃあ現地の人をアテンドして、引っ張ったであれを購入と言いますか。ああ、はい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 、押してで呼んでいく。はい、すごい。でも購入したんだったらいいんじゃない、うん、そういうのもやってみるな。キングベッドを2つにしてとんでもない広い、すごいね。レスリングできるかと思ったA からの V だね。え、でもゆうきさんは見てない。見てないわよ。あ、でも、あの、ここだけの話、ちょっと初出しだけど、私は別に興味ないんだよ。けど、なんか他のやつらが、ちょっと一回耳当ててみて。あの、当てとったよ。あの、嘘でしょ、後輩とか。マジで後輩とか当てとった。バカだなー。バカやろ。俺は遠くからこいつらバカやなと思いながら、もう行くぞとか言って、やっとったけど。そこはなんか男っぽいね、ちょっと。ね、女子部屋。急に恥ずかしい。すごい顔真っ赤になってる。なんかやりよった記憶あるわ。でも、本当に、でも、あの真面目に答えますけど、はい、あの本当にでも何に繋がってるかだよね。でも本当に性欲だけで繋がってるんであれば本当に別れればいいと思うし、うん、でも3年っていう情もあると思うから、なんかそれだけではじゃあ無理でしょう。でもそうなってくると多分さ、他の男とやるやらないとかの話、そうね、自分が相手に湧かない、でももし相手はしたいって言うんであればあなたはどうするんですかって話じゃん。やってあげるべきじゃん。立ちなのかな、受けなのかな、どうなんだろう。僕はあんま性欲そんなに強くないんだけど、相手が求めてくれるからこそやるんですよ。うんうんうん、うん、ただそれだけ。だから自分からあんまりこう求めることがあんまりない。もしその子が立ちだったら、立ちも立たなかったらできないし、あー、そう、受けだったらまあとりあえず足広げる。まあまあね、まあまあ簡単なの、極端な話をするとだよ。うんうんうん、どうでしょうか。これあんたもわかんじゃない。いや、俺はなんかその表にこうもっと筋肉をつけてこうかっこよくなってくれたらって言ってるんで、こうなんか魅力を何かこうね、付加価値としてなんかつけたらなんか、あ、うん、いいんじゃないかなと思って。だから、なるほどね、うん、だから改めて惚れ直せばいいんじゃないかっていうことね。それ年単位になってくるよ、その筋肉をつけるという。でも、全然すぐじゃない、まず1、2年とかでさ、なんか1、2年間までしてもらう。
なくて、あのそのために頑張ってくれる。いや、半年ありゃいけるよ、そんなにあの半年じゃ筋肉痛もうできない。いや、結構頑張りゃいけるって。けど、あとでもまあ半年のやつやったらまあまあある程度なって、あれはどっちかまあ大きく、まあ、パンプもさせてるし、うん、あと絞ったから、まあ、あの見た目っていうものが出る、うん、できたかもしれない。できたでしょ。じゃあ半年あれいけるわよ、うん、半年でしょ。じゃあ新しい魅力を作ってもらって、そうだね、はい、新しいプレイもしてもらって、うん、ああいいねいいね、新しいことをするね、新しいことね。じゃあちょっとデートしてください2人で。まあママの悩みよ、相手もいねえんだから私ら。なんとかやめて。2つ目の質問、はい、元彼と遊びたいっていうのはどこまで許していいんでしょう。どうでしょう。俺別に気にしない。俺ゆ元彼でしょ。ゆ許せないかもしれない。俺ダメですね。僕もダメ。許せるな。ちょうど違うね、こうすごい。でももう何回かその元彼も合わせてくれてたら、でこっちがもうその元彼の素性をちゃんと知って自分も仲良くなれるような人だったらまだいい、うん、なんかその元彼がどういう人かによる、うん、例えば、うん、あのすごい長い付き合いをしてて、その自分にとってとても大切な人であるんであれば別にいいと思うけど、うん、その元彼が大切な人になるんじゃなくて、その人が大切になってくるでしょ、うん、人って、うん、カテゴリー、カテゴライズされないで人、ね、人として好きになってくるとか大切になってくるわけじゃない、うん、そういう人であれば別にいいと思うけれどもね。え、でも大、めっちゃ一番重要視するのはどういうきっかけでそうなったんってめっちゃ聞くもん。ファーストの連絡何？あ大事だ。どういう きっかけでまた遊ぶってなったかを見せてって言っちゃうかも。あ、でも俺も見せてはもらうかもしれない。それがまあからさまちょっと狙ってる系だったら、いや無理でしょって。確かに全然そんなことでは全然怒りません。いや怒りはしないよ。だからちゃんと聞くな。気をつけてね。うん、どういうきっかけなのって。そうだね、そうですね。自分がそうじゃなくても相手がみたいな、うん、一緒に行っていいって言えばいいんじゃない。あ、俺そのタイプです。うん、ついていきます。どこにでもついていきます、マジで。へ、一緒に行ってもいい。あ、でも自分もだから最初そうしてくれるなら、で、合わせてくれるならなんか、うん、別に元彼じゃなくてその人を見てってことですよね。人を見て、あ、だから僕本当に自分と会ったことない人と二人で遊びに行くのも嫌なんですよ。俺のダメだ。相手が一回紹介入れないと絶対嫌です。自分が良しとするんであればいいんじゃない。自分からその人を話を聞くだけ聞いて、でもこれさ、元彼、あ、この人も今彼氏いるってこと。多分今付き合ってる彼氏、付き合ってる人がいるのかな。多分彼氏が元彼と遊びに行く、うん、あー、そういうことか、そういうことか。何、どこまでって何最高、何があるの。ホテルとか、あ、なんの。でもで決まってんじゃん、うん、いいと思ってる、バカだと思ってる。でも自分の基準じゃないんだから、これは人に相談っていうより自分がどこまで許せるか、うん、で、それをちゃんと相手に伝えればいいじゃん。じゃあどういう理由で会いに行くのって聞けばいいじゃん、うん、で、こういう理由って言ってそれが許せるんだったら、じゃあどうぞ。すごい久々のご飯だったらいいかも。そういえばさ、元彼でから連絡来てご飯行こうって言われたんだけど、行っていいって聞いてくれるだけまだありがたくない。聞かないでいかれたら最悪ですよ。ああ、最悪。ランチのカフェ、それランチのカフェなら許す。あと友達とか言われたら、おやって思うじゃん。あ、元彼ですっていうことをちゃんとしっかり言ってくれたら、それってもうやましいことがないのかなっていう、その信用の一つの、あれになるかもしれない、材料に。こっちやと思う。だって向こうがどうしてくるかだから。まあでも結局相手が自分に信用させられてるかってことですね。信頼関係だよね。大事かも。それがなかったらもう、もしそこで何かあるとすれば、本当にそれはその時の自分の彼氏の対応にあるわけじゃん、うん、それでちゃんと断るんであれば、もう多分今後一切多分罪悪感も生まれてるだろうし、多分その人と遊ぶっていうことは多分一切言わないと思う。もしやったら本当にもう終わってるでしょ。うん、まあ本当に違いだよね、うん。もうちょっとまたあれなんですけど、うん、まだ同棲してもないのに時々一人の時間欲しいっていう人といつか同棲できると思いますか。できないと思います。できないと思います。うん、次行きましょう。で、半同棲がおすすめなんだ。もう週末だけどっちかに泊まってるとかか、もう 2LDK 以上。あ、でもそのタイプです。一つ部屋欲しいっていう、うん、自分の部屋が欲しいタイプです。もしくはもう同じマンションの違う部屋。次行きましょう。恋人がツイッターの裏垢で付き合ってることを隠してエロ含む DM や電話してるのが悲しい。あ、最悪。もうそんな別れちまえばいいじゃん。なんで悲しいって止まってんですか、この人。言わないのかな。言わないじゃないですか。じゃあ言ってあげる言葉は悲しいね。言わないのかな。私付き合う前にも言っちゃうかも。でもなんかこれって結局バレてるかバレてないかの違いで、なんでバレちゃう。
結局だってツイッターってそういう人多くないですか。ツイッターって電話できるの。できない。インスタとかはできるけど。インスタはできるけど。あ、でもあれなんかあのスペースみたいなのが多分絞ってできるんじゃない。もう気づいてるのは言ってあげればいいんだよね。ねえ。ね、うん、でもねどうするんだろうね。どうする、分かれるしかないよね。でもなんかさ、そのなんか彼のその性癖を、性癖、まあ、一つの性癖だとしてそのエロアカをするという、不特定多数に見せるというのが性癖なのであれば、ご理解がいただけないので、まあ、性癖を理解してほしいっていうんだったら、別になんか晒してるだけだったらまださ理解できるならどうぞ理解してくださいだけどさ、そこにつながってそこの見てる人たちからのエロ電話を取るわけでしょ。それが良くないってことだよ、うん、みんな性癖ってあると思うわけ、うん、こういうのが好きとか、うん、でもそれは理解できる範囲であれば付き合っていけるわけじゃない、うん、それはどんなことでもそうだよ、うん、お互いが理解できるんであれば、うん、どっちかが理解できないんであればちょっとご理解いただけないのに、うん、絶対無理。何を考えてるのか分からない。全然ちょっと質問とかじゃないんですけど、うん、すごい俺結構不平不満、不平不満、何やってんだろうこいつって思うことがすごい、見えない敵と戦ってる系で、あ、うん、歌詞みたい、見えない敵と戦ってる、うわ待って、屋上一間のドンキホーテ、分かってる分かってるけど、やばー僕が死のうと思うた、あー中島美香さん、美香さん、美香ちゃんなんかそのしていいの、まあいいか。ツイッターで外でポンって出してる人いるじゃないですか。はいはいはい、ツイッターでポンって、うん、外で出してる人いるじゃないですか。うんうん、あれって何なんですか。あれはですね、そういう性癖です。聞きたかったんですけど、俺らってこの…ちょっと待ってくださいね。セカンドスピートやってませんよ。あ、違う。どう思うんだろうなって。びっくりした。あの、でも私たまにコートこうやって着てやったら、あんた変態の人かと思ったって言われたことあるけど。なんか俺らゲイの友達とか全然いなくて、自分たちはこう思うけど他の人たちどう思ってんだろうっていうのがすごい知りたくて、うん、出してる人とかって性癖なのは分かるけど、それ犯罪じゃないのかなって、犯罪なのかとか調べてはないですけど、うん、犯罪ですね。みんな何、うん、あれこれが普通なのかなと思って、普通かどうかちょっと聞きたくて。そうだね、麻痺してるんだと思うよ。暗闇もちょっと麻痺してるじゃん。全然言ってましたけどね。あれはなんか私らにも分からない。まあだから摘発されてたりとかしてるっていうことは多分そういうことなんでしょう、うん、でもどうする目の前にすっごいイケメンがさ、銭湯とかでさちょっとちょちょちょとあったかいのかななんかそう考えちゃう。あ、なんかすごいサウナとか入って血圧バー上がってんのかな。僕はそういうのをパクッといく人を知ってます。だから何なのよやめた。パクッといきそうだよね。どういう意味ですかそれは。行かない。嫌いじゃなさそう。行かないですすごい満面な意味だよね。俺が聞きたかったことなのでも違う、すごい聞きたかった。でもさ、そのスリルが好きな人もいるんじゃない。ああ、そう。これすごいです、マジで。スリル、でもすっごい変態だと思うよ。すごい変態です。なんか普通の顔して、うん、なんかこれでなんかどうなんですかねとか言ってたからも本当は興味持ってんじゃないあの政府かアウトか見たいんですよ。あ、なるほどね。なるほど。政府だったらやってみたいの。やってみたいことはやってみたいし、うん、やれないことはやれない。なるほどね、なるほどね。あ、それは聞いたかったんだ。いや、そうね、自分がやれるかやれないかもね、うん、まず一つは自分がやれるかやれないかだもんね。それがアウトかセーフかだもんね。捕まりたくはない、うん、そうだよね。けど、ね、まあ、物によってはやってみたい。はい、やってみたいっていう話でした。なんかあんまりやってみたいっていう話でした、これは。そうね、ワンチャン外のやつはワンチャン捕まる可能性もあります。じゃあやめた方がいいですね。これはもう、本当もうこういう言ったら全部ですけど、私ご責任で。はい、しっかり使ってくださいね。じゃあ次いきます、はい、ゲイです。見た目ばかりで恋人を選んで長続きしません、うん、ルッキズムをどうやって軽減できますか。俺聞きたいこれ。でこれがそれ TikTok で見たやつで、あのもう男性って結婚ないじゃん、はい、で結婚って少なからず財力もかかってくるし、うん、で女性は子供を育てるためのこのなんか能力とかを見るし、まあ今ね、その女性がこうとか男性がこうとかないけど、そこでちょっと妥協するじゃん、うん、あのじゃあ財力があるからちょっとそこでかっこよく見えるとか、結婚するためにこの人のそういうとこが必要だとかでやってくるけど、ゲイってないじゃん、結婚がまずないから、うん、
って考えるとやっぱり上積みだよね。だからもう 顔でとか見た目、体なりなんなり見た目で選んじゃうことが多いんだろうけど、ゴールじゃないからさ。なんでそんなに言うの？いやいや、これはもう本当にりょうくんにブスで はっきり言ってもらいましょう。いやだからどうすればいいんですか？どうすればいいんですか？いや俺も聞きたいです、これ。答えるんであれば何と答える？答えて。見た目でいいんじゃないの？見た目ではない。はい、俺は見た目で、はい。ですね、じゃあブスと使えばいいんじゃないですか。なんで迷うんだろうね。いやっていうか、そもそもそので顔がいい人ばっかり目がいくわけでしょ、うん、でも顔がいい人は大体どうなんでしたっけ。はい、性格がちょっと難しいところがありますね。でも悪いって言うんですよね。っていう、僕が言ったわけじゃないですよ。でもさ、逆を言えばだよ、じゃあ自分のタイプじゃない人をじゃあどうやってさ、その性的にっていうかさ、タイプに見れるのって話だと思うわけじゃない。だからみんな何に言ったって、どうこう言ったって見た目から入るんだから、筋肉から入った、顔から入ったっていうお二人もそうですし、自分もさ、本当顔ばっかりで顔一緒のこと選んでるから、だからそれって別に普通のことだじゃないの。でも長続きしないのが嫌なんでしょ。だから長続きしないのは、それはなんかその人と合わなかったのか、自分に何があるのか知らないですけど、合わせればよくない。軽減でも自分の思考を変えるしかないですよね。だからじゃあ何、その性格で見るようにするとかしないとじゃないもん。いいこと思いついた。付き合うのやめましょう。そうですね、しましょう。ああ、いいんじゃない、それは。そういう付き合い方もあるじゃん。でも多分こうやって言ってる人はやっぱり付き合ってのその癒しっていうのを求めたとか。求めてる。わかる。コストかやれば金積んで、もう自分が財力持っちゃえばいいんじゃない。なんか一つのなんかいろんな方法あるんじゃない。付き合わないっていう方法もあるし、それからもう本当顔と付き合うのか、あとは本当に年を取るか。年取ってくると変わるもんね、ちょっとね、何を大事なのかっていうのがだんだん変わってくるから。私も年重ねてるけど全然変わらない。イケメン好き。だからイケメン好きでいいと思うんですよ。何も悪いことはなと思う。探すのは大変だよね。そうなんだよね、そっちの方が大変。イケメンを、でも分かんない、人それぞれがイケメンだ。イケメンってのもだからこの人が言うイケメンは私からしたらブスかもしれんから、うん、でも悪いけど、でもイケメンっていうのは少ないじゃん、うん、まだ確かに。そう、悩まなくていいことで。あ、そうだよ、悩まなくていいと思う。そのまま貫き通して、うん、ちょっとこれ多分達也さんとゆきさん分かれると思うんですけど、チンコ。違う。そしたら私マイクとか言うと。ありえるわけがないじゃん。彼氏の脱毛をやめさせたいです。どうすればいいですか。あ、毛があった方がいいってこと。毛あった方がいい。性的に見えないとか言う、はっきり言えば。何表を言うね。俺無理なんですよ。脱毛してる人が、うん、どこまで無理。下がちょっとあれ、これアンダーヘア。これあのツル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 で、チンチンの上ってなんかベコってなってますよ、ね。みんな脱毛してる人、これあれが嫌いなんですよ。なるほど。ベコ？脱毛してる人っていうのは結構そんなに見られるんですか？みんなって言ってますけれども、あ、わかる。どうなんですか？ここら辺がね、そうそうそう、こうちょっとポコってなってる、ね。それはどこのみんななんですか？どうなんですか、りょうくん、これは。どうなんですか、これは。まあ、どこのみんなを言ってるんですか、これは。仙台の銭湯にいる。若い子たの、うん、まあ30代40代は。そんなとこばっかり見てるんですか。いや見てないですけど、目に入ってくるとなんか僕けねえなって思うけど、そのベコってなっていうのが気になりすぎて。どんなに凝視するんだよ。違う、ちゃんとこう線ついてるんですよ。ああ、なるほどね。それが目につくから俺は嫌なんですよ、脱毛が。僕はここ以外やってほしい人です。ここは整えろ、整えてほしい人。他はやってほしい。毛量なさそうじゃない、逆に。ありますよ。ヒゲしかやってないですよ。脱毛とかしてない。してないです。もしこれは脱毛してもいいよってもし言われたら脱毛する。うん、したいです。はあ。でもそれはでもやっぱり彼のために。そうですね。これを、うん。でも表はしなくていいかなって感じ。やっぱ人によるか。そうです。毛ないとおかしい。自分はしたいけど、してほしくない。してほしくない、そう自分はしたい、ちなみにしたくないです。自分はしたくない。ここはそのままで、下はおじいちゃんとかになった時に介護されると大変っていうから、まあ、そう、VIO ね。そう、なんかいずれしたいなと思うけど、まあ、いずれでもこっちもなくなると思うんだよ。どうなんですかね、どうやって辞めちゃうし、辞めさせたいという質問であれば。あ、そうですね、はい。やっぱり辞めさせる方向の回答をどうやったら辞めさせる。もし、りょうくんがやり始めたら、うん、普通に辞めてっていう、うん、逆にじゃあ、俺諦めるかな、知らないか、知らないかってなっちゃいそうです。溜め込んじゃう、溜め込んじゃったらどっか爆発するだろう。あー、それで爆発するの怖いね。おめえチンコどうやってんだよ。でも、こんな感じですよ。怖い。
そうなの、みんな会ってほしい人なんで、僕なくても会っても別にいいけど。あ、どっちもいい。うん、ボーボーは嫌だ。今痛み落ちですかって思うやん。でもね、これはね、世の中が悪いんですよ。あ、うん、脱毛ブームという世の中が悪いで、ちょっとしたら脱毛ブームも終わると思う。でもちょっと整えてほしくないって、まあ、整えると脱毛違うじゃん。あ、まあ、ね、全部ペロン、なんか蒸れないじゃん、蒸れにくくなるし。でも自分は蒸れてる方がどっちかって言ったら蒸れちんこだよ。でも毛というこのエロイズムに、うん、は好きなタイプなので、でもその人も多分一緒でしょ、多分チラと、うん、もう流行ってないよっていうマインドコントロールさせる。あー、なるほどね。もういや、誰もやってないよ。脱毛するの未だにあんの？え、怖い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 。どこまで嫌なんだろうね。それって何年前の機会？一気に流行ったの、それこそコロナくらいだもんね。そうだね。めっちゃみんな民間とかでやり始めて、うん、まあ、世の中のマッチョっていうものはみんなしてるからね、逆にね。これはちょっと、これは好き、俺も好きじゃない。なんで？いや、入れた方が良くないですか？いやー、こう足やった時のこの太ももの上にサッて入っとったらキョーってなる。それも含めていいんだけどな。うっせやん。まあでも掃除で本当に人による。うん、間違いない。だから自分が嫌なんだったらやめてほしいっていうのを伝えて、うん、もう伝えるしかないよね。我慢でなくてね、もう言わないことには何もね。脱毛が嫌だったら三つ編みとかしてあげるか。それかなんかちょっとこうやるふりして育毛剤ちょっとこうローションの代わりに育毛剤とかこうやってやっとったりとか。あれなかなかやらへんな。でもさ、そうだよね、はっきりもうそれちょっとあんまり性的に見れない、うん、た方がいいかもね。それが結局ね、レスとかに繋がっちゃったりしたし、ね、そうだね。そうはとても大変だ。危険ですよ。優しく言えばいいんだな。褒めって言えばいいんだな。とっても嫌いだったね。でも私には合わないわっていう。違う。なんかあれでケアった方がエロいでって。こっちは興奮するよって。うんうん、でもあんた脱毛なし派だもん。脱毛派だもんね。あ、でもここはあってほしい。なんか幼児のチンポし。みたいで嫌よ。だここは新しいけど、この太ももの裏の毛とか、なんかこう、こっからこう、ケツに繋がってる毛とかが見る。でもなんか、わかんない、年を取ってきて、なんかそれに良くなってきたんだよな。あー、私だから、僕あんま男らしすぎる人が無理やからやと思う、タイプが。だからもうそれイコール男に見えちゃうから。じゃあ女がいいの？いやでも、ね、最近自分のことノンケゲイって言ってるからね。嘘やめて、本当にどこ？どういうこと？なんか、急に見なり。やめてよ。まあ嫌だって言えばいい。うん、言うしかない。言うしかない。それが本当に言ってる出さまさんのね、放課してください。これ聞きたいんだよね。あ、それそう。あ、そうだか？そうだね、そうだ。これが一番聞きたかった。チンコ。チンコの話は？あ、ないです。ごめん、私はよく言われるの、編集なかせって。ゲイ22歳です。出会い系では全然人を好きになれなくて、その他の出会いの場ってありますか？これ聞きたかったです。20何歳？22歳。どうなんですか？同い年なんじゃないですか？まあ、1個下？俺はだってもうアプリで出会っちゃったから。出会い系って出会いたくない理由は何なの？多分出会っても好きになれない。あのね、なんもバーとかしかないよな。友達の紹介とか、でもインスタもだからいわゆるなんだか、インスタと出会い系、まあ情報量が多いか、インスタとかの方が出会い系より。インスタって大体さ、行ける人か面白い人かの二択でしかフォローしないでしょ。ツイッター、X なりインスタなり、うん、でも直接会いたいっていう理由の場なんだったらもうバーとか。でも多分鳥取とかに住んでたら無理でしょ。確かに。やまあ地方あるあるだよね、だから出会いがないってね。うん、そうなんだよ。そうなってくるとやっぱり SNS というものはね、一番いいんじゃないですか。最近結構 SNS でもカミングアウトしてる子多いもんね、若い子でもね。ハッシュタグなんかゲイなんちゃらとか書いたりとかね。自分大体 SNS ですよ。あ、探すのですか？そうなんですか。若ぶってるムカつく。むしろアプリは変えない。ほんま。でもさっきなんかあの T の方はたまに、ああ T の方がまだ質がいいんだけど、質がいいっていうね。あのね、会話の質がまだいい。まあ某アプリはもう本当にやりもくばっかりでしょ。簡単って感じやな。でもあのやりもくだけで探すのであればとてもとてもいいアプリだと思うんですけれども、彼氏ってなったら難しいですよね。あとね、インスタとかの方がどんな人なのかっていうものが見れるんじゃない。情報量多いもんな、趣味とかも分かりやすいし、写真な結構上げてる人やで、別にね、チンチンとか会いたかったら別に送り合えるし、ビデオ通話だって持ってるか持ってないかも分かりやすくない。人が上げてるやつ見んのよ。あ
たまに消してる人もおるけど、人が上げてるやつやと自分の持ってるあれじゃないか、ナチュラルな姿やから、あ、ナチはこういう感じね。ナチはこれ。なんかそれ今聞いてて、多分達也さんとゆうきさん有名だから多分あれだと思うんですけど、多分みんなって本垢とかでやるからインスタでどうやって探すの？でもフォローしまくんのよ。もう自分がいけると思った人フォローしまくって、帰ってきた人と言ったら Tinder で言うマッチみたいな感じやから。あ、そうなんだ、ね、もうそっからスタートみたいな。 DM 送りまくれとか。あ、ダメです、ね、DM とかフォローだけでもいいし、でフォロバ来たらなんかフォロバありがとうございますから始めてもいいし。逆なんです。ありがたいことに結構ゲイの人がさ、知ってくれてるでしょ、ってなってくると応援してますということから始まるわけ。応援してますってなるともう無理って思っちゃうんですか。どう返すんですか。応援してます、ありがとうございます、まあ、応援してますというものに返したいんだけれども、返すってなるととんでもない時間と、あと親指と通信料とね、そういう今やもう使い放題やなんであれですけれども、でもこの達也でも一応いけるな、可愛いなと思う子はフォロワー欄から探します。切りなくないですか。すごい探すの大変そうですね。例えば SNS とかでストーリーとか見てて、このイケメンだなと思ったりとかして、知ったとこメンションとかされてるところあるじゃん、知ってみて、あ、フォロワーされてる、フォローバックって書いてあったらフォローしてくれてるもんな、フォローしてくれてると思うと手を押す。そこから自分から声かけてみるんですか。様子見る。あ、もしかしたらあっちがフォローしてくれたことに気づいて、フォローありがとうございますとかっていう一言で送るかもしれない。あと、まあ大体フォローしとけば、ストーリーとかで反応を逆にこっちがすごくラフにできるでしょ、カジュアルに。例えば、スタバを乗っけてました、その人が。美味しかったですかとか、これ何ですかとかっていうリアクションがやりやすいじゃん。例えば、わざわざ DM でさ、フォローありがとうございます、よろしくお願いいたします、こんにちはってやつとかさ、そのなんか一つのあれだけでいけるから、そっちやりやすいよね。私はそうしてる。まあ、ちなみにこの人もインスタすごい来るんですよ。俺は来ないんですけど、付き合ってる時からこの人なぜかわかんないけどゲイバレしてて、で最近そのインスタ言っていいのこれ、まあ、いいか、あのインスタの方でゲイですっていうのをする前からある程度ゲイの人たちがいて、DM でまあなんかそういうのが結構来てたんですよ。そういうのってゲイは嗅ぎ分けるからね。あ、会いませんかとか、まあ、そのこと、そういう系とかも、あとなんかパンと載せられたりとか、あ、緊張する？あるから、この人たちはどうやって見分けてるんだろう。なんかあるよね、匂いがやっぱり、見分け方みたいな。ダイロ、TikTok 見てても、あ、多分かっこそうねって、で、実際そうやった時もあるし、すぐ、匂いがする。あれゲイじゃない。え、なんか特徴とかないんですか。匂いがする。匂いがする。匂いがする。ほんまにうちらってあかんことで、みんなであれ撮っても前から来た人も多分今、そう絶対ゲイ誰言うから。すげー。誰が言ったら立つよ。え、誰今の違う。俺ら分かんないよ、全然分かんない。でも見てるからやと思う、もう量やっぱ東京でやっぱり上げてる写真と、あとゲイが撮る独特、ゲイが撮る写真ってあるんですよ、なんか、なんか分かる、このゲイに撮られてるなって。へー。笑い方とかな。あとインスタグラマーさんとか、あ、これはとか。インスタグラマーさん分かるんですか。なんか、これはゲイに撮られてるんだろうな。へー。別にのんけの間も、だからこれ女性が撮ってるなとか分かる。多分この相手女性、なんか彼女目線とかやってるイケメンの人とかも、すごい能力が、これマジの彼女かなとか思っちゃう。まあ、これさ、あの質問してきてくれた人見分けんの無理。無理無理無理。普通の人じゃん。これじゃ無理よ。何の質問だっけ。出会いの場。出会いの場。あ、でも見分けんでもいいやん、別にそれは。それこそセカストさんのフォロワー欄から探せばいいんじゃん。あー、でもそれ、いや、あのね、世の中のゲイっていうのはね、セカスト知っててもフォローするかしないかまたこれ別なんだよ。そうなんです。だから本当に東京でお互いゲイとかは本当にセカストね、あ、浜崎達也ね、あ、ぷっかみたいな。お互い、あ、お互いゲイがね、フォローするかフォローしないかこれ別なんで。そうそうそう、そうなんじゃ難しいですよね。それからなんかちょっと一歩踏み出して探しに行かないと、ね、うん、待ってても来ねえからな、とか。そうね、うん、連絡した方がいいよね。でも出会いの場というものはね、あの足を運ばなくてもできるのは本当に SNS とかだけなんですよね、これでやっていこうぜ。SNS を駆使して、あ、全然うちらにも来てくださった皆さん、ほんまに来たー。どんなに寂しい思いしてきてるか、孤独死しちゃう。ほんまや、マジで。こんなところで、はい、あ、もういいの。はい、はい、気使ってるわ。
俺やる、はい、編集大変やし、文字量がすごそうなことになって、はいはい、ということで今日は皆さんから集めた恋愛相談を高須のお二人と一緒に返してもらいました。ためになりましたか？日本めちゃくちゃね、ためにはならない、リアルな話、真面目な話、暇つぶしになってくれればいいね。そうだリアルなことしか言われて、これで嘘ついてる。なんかありきたりなこと言うよりはこっちの方が、何ありきたりなことしか私言ってないと思う。そんなことないですよ、説得力が違うから、ね、マンコにチンポをごっつんこ、これはのんけの世界ですということで、セカンドストリートのお二人でした。はい、ありがとうございました。